これ事実上の決勝戦です。みんな見てください。これここまで築き上げてきたこのプレイヤーたちに私は心から拍手を送りたいです。さあ、名古屋大学選手権始めてください。さあ、組み合わせ同じだ。先ほどのピシャモンとビクトル。さあ、居合がジャンプがダメージワンチャン。見てる見てる、横詰めるよ、くぐって、さあ、いいいいスタッフの、はいはいはい、大パンタイク、はい、ビリビリからアバガでなんとかしないだ、はい、切れ目のないビクトルの攻撃、これがビクトルか、はい、おたった2回戦だ、はいはい、さっきはこっから、あ、飛び上がりに刺さった。さあ、笠井選手のオーバーコールが故障コールを返すように、さあ、3立てや、くっきり2つに分かれております。さあ、行きましょう。おー、見えてる、はい、チャイルヒット。さあ、このチャンスを生かす、おもろ、はい、うまい、はい、タイク。さあ、ここからじじい詰めていく、はい、守りダイパン、これが地上足に刺さった、はい、あらゆる手を使って球面を封じてきます。さあ、ビリビリ、はいはいはい、死んでない。あのビリビリには実は削り効果があります。ペースはビクトルだが、さあ、キュービに三脚でいた、素晴らしい。さあ、ゴール。スピードを奪った。さあ、亀梨対空見ている、差し込んでいく差し込んでいく差し込んでいく、失礼、おお、さあ、また先ほどと同じ QB さすがち。やはり横に長い技振っていく、画面端で終わった、するのか、投げ返して投げ返しが入れば攻守交代です。さあ、ガード、チャーミンチューパー、牽制技をチョイスしていく。さあ、頑張ってしゃがんでいる、入れ替わった入れ替わった、リーチスピードともに9秒の上です。お互いよく見てる。さあ、この後だよ、もらわない、うまい、引っ掛けた、クランチ入るよ、もう一回、ない、投げ、
さらに順番のヒットしている。気になるか、消えない。あー、イエスのシュート、うまく抑え込んでいった。さあ、またも引きずり出された。珍しく保証が準備運動を始めています。さあ、これ文句なし最強同士の どうでしょう。飲まれない。さあ、くるだけ抜けない。まとわりついていくのは、跳ねまくれ。さあ、これ横地、あっと、おっと、高い動き、捉えにくい横のぴょんぴょんした動きを見せています。相手にカッチ、おっと、一歩取った。空中から反撃で三本チン、おっと、あそこから状況判断でミサイルヒット、素晴らしい。さあ、バンチもらわない。おーっと、ダークホースがおそらくアバガでしょう。さあ、これはどうなる。ガルモやなかった。またもや故障コール。なんとこれ最後の最後までもつれました。皆さん、もう全く分かりません。さあ、静まり返っております。勝った。最後、皆さん盛り上げていってください。お願いします。応えるかのように故障をボタン押した。反撃。さあ、これも先ほども同じですよ。タイヤスタイクですね。さあ、お互い痛いのをもらわない、痛いのを当てる、そういう術を熟知しております。徐々に徐々に詰まっていく。触った。おー、早い。もうすごい状況確認だ。おー、リザルト、ナイスボン。さあ、先ほど見てる通りデビトリもプレジャーなので取るときは本当に一瞬です。相打ち、坂道。落としてくぐってくらいから、おー、これはくらいだ。
覆るよ。投げたタイムオーバー。勝ったのは古性、古性マスターズ。いやーすごかった。いやー本当におめでとうございます。優勝はハイブリッドインセクター、優勝ハイブリッド。